まず YouTube から、MP3 音だけ抜く方法なんですけど、まず、YouTube のアドレスをコピーしてください。それで、動画変換の、サイトの方へ飛びます。それでこれのアドレスは、メールの方でお知らせします。簡単なんで今すぐ変換するっていうのをクリックします。それで YouTube の URL、さっきのコピーしたアドレスを入れてください。それだけです。ここフォーマットが、MP3 になってますから、このまんまで。動画を撮る場合だと MP4 にしていただければ動画が撮れます。また MP3 に戻しております。それで、スタートを押すだけですね。そうするとちょっと、ここのところで少し、ちょぼちょぼっと時間がかかりますけども。はい。それで、ダウンロードするが青になりましたら、ダウンロードするをやってください。はい。それで、広告なんか入ってきたら、ドンと消しちゃいましょう。それで、ここで今ダウンロードしてます。まあ、やってなきゃすぐに降りると思います。もうこれで、Good looking. You got anything cooking? Have them iTunes cooking it up with入ってme. ます。で、曲の方を選択しといて、コマンドと L を押してやると、今やってるやつですね、これが入ってきますから。あとはこれでもう極端なこと言うと全然おしまいです。あとは何もすることありませんから、例えばこれ、情報を見るですね、今やってるやつ。そうすると、トム・ヒルドストンの「アズ・ハンク」を歌ってるっていうんでね、例えばこれ整理する時でしたら、アーティストをトム・ヒルドストンにして、で、Hey, good looking でいいと思います。アルバムの名前なんかは入れなくてもいいと思いますけども、入れなければ、その他のアルバムみたいな形で出てきます。そうすると、これで、全てがおしまいです。簡単なんで、簡単に撮れますんで、一度試してみてください。終わりです。